皆さんどうも、ミニチュと申します。今回はね、誰でも、超簡単にランカーになれて、未来英語環境トップで戦っていける最強ボックスの作り方をご紹介します。まずはね、最初にね、リザカオークを孵化することになるんですが、どうせ補欠にぶち込むことになるので、お好きな方で構いません。で、お次に、すべての大型を適当に全員孵化して、適当にレベル上げしましょう。そうするとね、あらびっくり、研究所レベルと城レベルがね、ぐんぐん上がっております。お次に、ここからが大事です。まず、龍剣士レイドラと龍球術師ワイラというバゲモンの二人をね、まず孵化しましょう。で、お次に、ビートルガール、浦飯祐介、東京マンチカイ、リムルテンペストの中からね、4体の中からお好きな2体を選んで孵化してください。そして、選んだ中型4体と、剣士をガッチガチに育成しましょう。これで下準備は完璧です。最後に、今強い大型2体を選んでガッチガチに育成してください。そして、選んだ2体をリーダー、サブリーダーに設定してリーグに行きます。そうするとね、あらびっくり。今強い大型2体で戦うことができながら使える中型は、レイドラ、ワイラに加えてあなたが選んだクッソ強い2体しか無駄に来ません。するとね、どうでしょうか。相手から出てくるキャラはまるで勝つ気がないようなわけのわからない中途半端なキャラばかりで、到底あなたのキャラの足元にも及ばないです。もう、そのままね、あなたの自慢の素敵なキャラたちで蹂躙しちゃってください。するとあらびっくりです。これを繰り返しているだけで、あなたの強みはね、遥か彼方まで伸び続けて、白ドラ最強プレイヤーの称号はあなたのものです。ありがとうございます。